日号関係、日号関係、日号関係,豪関係では、日本とオーストラリアの二国間関係について述べる。反捕言の世論が高まってきた一方で、近年、オーストラリア人にとって、日本のイメージは、文化や歴史の豊かさはもちろん人気が高く、オーストラリアの一般人、特に若者は日本に対し、友好的である。同時に、オーストラリア政府と財界のトップは、日本が、 輸出市場に不可欠であり、オーストラリアの将来の成長とアジア、太平洋地域の繁栄に必要な存在であると見ている。オーストラリアと日本は1976年に日豪友好協力基本条約を締結した。友好協力基本条約締結30周年を迎えた2006年3月に出された共同声明において、 オーストラリアのアレクサンダー外相と日本のアソウ・タロー外相は互いの関係を同じ民主主義の価値観、互いの尊重、深い友好、そして同じ戦略的見解に基づく、これまでより強い協力係にあると宣言した。オーストラリアと日本はアジア太平洋経済協力 APEC、アセアン地域フォーラム ARF そして東アジアサミットを含む 様々な地域のフォーラムを強化するため、共に働きかけていくことに同意した。だが、捕鯨問題においては、長年対立しており、捕鯨反対派のオーストラリアは、調査捕鯨を行っている日本に対し、懸念の意を表明している。かつてオーストラリアは1919 19年のパリ、講和会議で、日本政府が提出した人種的差別撤廃提案を、廃案にすることに成功し、 日本の国際協調外交を転換させる契機を作ったことがあった。1960年代、70年代、オーストラリアの貿易は、それまでのイギリス連邦中心からアジアが中心の貿易に変わっていき、その中でも日本は特に主要な取引相手となった。オーストラリアにとって日本は現在最も大きな輸出市場であり、また日本にとってもオーストラリアはアメリカ、 中国に続く輸出国第3位に挙げられる。オーストラリアは日本に対して貿易黒字となっている。日本にとってオーストラリアは食料と原料資源の大きな調達国でもある。1990年、日本の輸入量の5.3%がオーストラリアからのものであった。オーストラリアは日本にとって石炭、鉄鉱石、羊毛。 砂糖の最も重要な供給源である。また、オーストラリアは、ウランの供給源の一つでもある。これらの供給資本の幾分かは、欧米資本や日本からの直接投資によるインフラ整備により形成されている。日本が農業に対する保護政策を行っていることから、オーストラリアは、牛肉、バター、リンゴを含む、農産物を日本に輸出する際には、高い関税や、 標準規格品目規制などの障壁に直面しており、オーストラリアは日本との自由貿易協定、FTA を含む日豪経済連携協定、EPA を包括締結することを望んでいる。日本とオーストラリアは双方ともアメリカと極めて緊密な軍事関係を構築しており、その関係から防衛首脳の会談も他国と比べて頻繁に行われている。 自衛隊がイラクに派遣された時には、サマーワでオーストラリア軍と共に復興活動に従事した。2007年2月15日には、外務、防衛当局の審議官級協議が行われ、自衛隊とオーストラリア軍の共同演習などを今後、行うという方針を確認した。2007年3月には、ジョン・ハード・オーストラリア首相が来日し、安倍晋三首相と、 安全保障協力に関する日号共同宣言、日豪安保共同宣言に署名、PKO の共同訓練、核、ミサイルなど大量破壊兵器遮断とテロ対策、国境を越えた犯罪予防協力など9項目での協力が成立した。両国の外交、防衛閣僚による定期協議にプラス2の実施も盛り込まれ、これにより日本にとってオーストラリアはアメリカを除いて、 初めての安保分野の協力国となった。2014年4月には武器輸出3原則の改定を受け、防衛装備品の共同開発の協議が進んでいる。潜水艦の共同開発などが考えられている。2014年4月7日には、トニー・アボット首相が、外国の首脳としては初めて日本の国家、安全保障会議に出席、日豪の安全保障面の結びつきの強さを、 アピールした。2014年6月には日本とオーストラリアは潜水艦の研究や防衛装備品の輸出、共同研究について実質に合意した。日本が同様の協定を結ぶのはアメリカ、イギリスに続いてオーストラリアが3カ国目である。オーストラリアは日本の集団的自衛権の行使容認の法人を支持している国の一つである。 日本の集団的自衛権の行使は日豪の協力関係の強化につながるとしている。かつてオーストラリアは日本人に人気のある観光地の一つであったが近年ではその旅行者数は激減している。旅行先の多様化や一家性ブームの終焉、お土産のユニークさに欠けることなども原因とされている。オーストラリアへの旅行者はこの中で 日本人旅行者は2007年度から約30%減という大幅な減少となっている。一方、オーストラリアでは日本はスキーリゾートなどの旅行先として人気がある。オーストラリアにとって日本は季節が反対である北半球の国の中でもとも近く時差もほとんどない。このようにオーストラリアが夏の時に気軽にスキーを楽しめることもあり。 雪質が良い代表的なスキーの名所である北海道や長野県などに人気が集まっている。一方で一部にはマナーをわきまえない旅行者も多く、オーストラリア人によるとおぼしき落書きが見つかった事例がある。日本とオーストラリアは捕鯨に関する対立がある。日本は捕鯨文化も持つ国としてノルウェーやアイスランドと共に国際捕鯨委員会 IWC で 商業捕鯨の再開を目指すなど、捕鯨賛成派の主導的役割を担っている。一方、オーストラリアはニュージーランド等と共に反捕鯨の急先鋒とも言える存在であり、2008年10月には世界自然保護会議において、ピーター・ギャレット環境省により、捕鯨国に対して、同義で採択された案よりも厳しくするように訴えたこともある。 2007から2008年にかけての反捕鯨政策は日本が調査捕鯨において年間50頭の座頭クジラを捕獲しようとした件で南極の座頭クジラはオーストラリア近海に回遊しそのホエールウォッチングで年間で約150万人の観光客を集め2億2500万ドル約265億円の経済効果を上げているためでありこれは国益の絡んだ 経済問題としての様相を呈している。2010年5月31日、オーストラリアは日本による第2期南極海ゲール捕獲調査の国際法上の違法性を主張し、日本を国際司法裁判所に提訴した。2012年1月現在裁判は継続中である。詳細は南極海捕鯨事件を参照。もっとも、 反捕鯨政策を推進していたケビン・ラッド首相が支持率低下のため2010年6月に失脚し、公認のジュリア・ギラード首相が2011年にシ CC シパードの妨害活動をたびたび非難しており、あと、ラッド政権時のように過剰に反捕鯨政策に重点を置いてはいない。ここ20年間、オーストラリアでは日本の調査捕鯨に反対する世論が高まり、 環境問題に関して過激な思想を持つ団体の指示を公然と行うものが現れたり、本来オーストラリアの主権が及ばない海域で日本捕鯨船に対して日本やノルウェーなどの捕鯨船に対する発砲や爆破、当て逃げ行為といったシーシパードの一連の破壊活動をオーストラリア府が黙認している状況である。2011年1月にギラード首相は 日本の捕鯨船への妨害行為を行うシーシェパードに対して警告を発した。オーストラリアの第28代目のトニー・アボット首相は日本との関係をアジアにおける最良のとも世界史の中で最もお互いに恩恵を受けてきた二国間関係の一つと評価している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。